本格活動甲冑集団式は2015年に結成、実際に突き、切り、当てる、格闘技、武道の経験者を中心として構成された生の迫力を追求する実践演武団体です。ほとんどがアドリブで成り立っているため、緊張感のある戦いを皆様にお届けいたします。さて、時は大田助政公が岩槻城主だった頃、助政公のもとに伝令が駆けつけます。伝令によると、北条の大軍が岩槻城を攻めに来ており、神楽口にて防いでいるが、北条軍は1万以上、岩槻城の兵は1000人ほど、今にも破られそうなため、助政公に出向いてほしいとのこと。それを聞いた助政公は言います。我に策がある。皆の者、愚策を持て。出陣だ。我は
さすが北条の強者殿だ。だがまさかこの助政一人が万の兵を相手にすると本気で思ったのか。かくらの大地は平坦ではない。幾重にも谷や沼が広がっておる。貴様らは助さんに気を取られ奥深くへ進んでしまったな。さあ今こそ反撃の時。我が岩月精鋭岩月戦機を敵を追い払え。引いたぞ。皆者も見るがいい。万の軍に勝ったぞ。我が岩地の勝利だ。皆者貸しとけ。えいえいおお。ありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます。また援軍役を買っていただきましたのはクラークの皆様です。誠にありがとうございました。さてそれでは我らが指揮のメンバーの方を今一度舞台に置きたいと思います。メンバーの者今一度来てくださいませ。我が本格格闘甲冑集団指揮の代表の方にマイクを渡したいと思います。この太田助政がいるのはこの代表と私が出会って、数々の活動を見させていただいてそれで2月の途中申し帰ってまいりました。このことがいなければ私はここにおりません。太田助政はここにいなかったと思います。ではマイクを。皆さんこんにちは。我々は本格格闘甲冑集団指揮という自戦部を売りにしている団体です。本日はですね太田助政祖国の500年祭ということで群馬より駆けつけてきました。本来、我々アドリブでやってますので、今回みたいに槍が折れたりとかこういうね実戦の生々しい戦いで、皆様の送ったりしますので、我々の名前を今日は覚えて帰っていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。まさに勇ましい演武でした。もう私の方もねその迫力に感激しております。本当の息遣いを伝える演武誠にありがとうございました。